なんか昨日聞いたこと言えないなこれ状況がつかめなくてそのうちに久しぶりです。あ、どうもどうもお疲れ様です。お願いします。どうもどうもありがとうございます。なんか気づいたことがあるはいはいありがとうございます。はいはいありがとうございます。お願いします。まっすぐどれくらい出るんですか。この間53。すごい。マックスがそれこの間マックスが53ぐらいで、常時40後半、常時40中盤後半ぐらい。やっぱりもう独立って40後半ぐらい投げてくれないとやっぱスカウトの目には止まってくれない。まあでもまずそこですよね。まずそこを聞かれる。やっぱストレートなんだ。すげえテイクバック見にくいな。いいな、出どころがすごい見にくい感じがします。コントロールはいい、いい方です。あ、じゃあいいですね。これくらいなんか使い方がコンパクトだとコントロール良くないですね。変化球は何があるんですか。結構あります。あ、スライダー、フォーク、カーブ、ツーシームもなんかですね。それなりに投げれる方ではある。じゃあ器用でコントロールが良くて140中盤から後半上手出したらいいですよね。あの逆に器用貧乏になりすぎてまっすぐで押せばいいのにカット投げてみたりとか、うん、であのリリーフの時に、はい、それでまっすぐ差し込んでるのにカット投げてパーンってヒット入れない。なんででもポテンシャル自体は結構高いですよね、はい、なんでまっすぐでとりあえず押せるんだから押しましょうっていう言ってあげないといけない子かな。まあ、でも正直独立リーグでまっすぐで押せないようじゃプロじゃ無理でしょ。ですだから抑えることが大事だけどそこが目的じゃないよねっていうところはね伝えたいですよね。いい。でもなんか早く投げようと思うもっと早く投げられそうな感じはしますね。はい、強くはもっと上がれるね。上がるよね。バテた。大丈夫です。この間もこれぐらいでバテたけど、はい、こっからだよ。じゃあいいね。来年もしかしたらかかる可能性は、やっぱ年齢がネックで。あ、そうな。5、6ぐらい。この子は本当に独立でノーヒットノーランとか完全に狙っていかないと見てもらえないのかな。今ポテンシャル的にはナンバーワンなんですけど、投げてる球と53でバンバン投げるんですけど、投げ方見てすげえ器用に見えるもんな。で合わせて投げちゃう子なんだ。あ、合わせられるからね。そうそう、うまく合わせられちゃう、ね、合わせられるからね。わかるわかる。高いところで維持してほしいんですけど、もうあこれぐらいのバットならこれぐらいで合わせて投げちゃって大丈夫でしょって投げちゃう子なんで。脱三振率とかってどれくらいなんですか。そんなに高くない、リリーフさせてる時は高かったです。まっすぐフォーク投げれるんで。あでちょっと前回先発させた時にバツちゃったんで、ちょっと今日課題でまっすぐの出力が高いままちょっと50球、まず50球まっすぐの出力を高めるために体力をで50球から残りは変化球をうまく投げる。今日の課題では与えてはちょっとバツきた。ちょっとやっぱ疲れてきてるよね、はい、今何球ぐらい。今何球。今38です。38か。50満たないもんな。ストライク欲しいね。バテてるね。一球も入ってないよね。でここで何が疲れてるかっていうところだよね、はい、どこが疲れてるんだろうね。ただその心拍数が上がってんのか、それとも上半身がその思うようにリリースを抑えきれないのか、それとも下半身なのかっていうところだよね。上半身の疲れを割合的に重そうじゃない。重たそうには。これでも元々その上半身結構しっかりしてるし、上である程度投げれちゃう人だよね。器用に投げちゃう人。そうだよね。だからやっぱ上半身の負担が多分ピッチング全体で見た時に下半身の疲れよりも多分上半身の疲れの方が大きいと思うの。もちろんね、投げるってそうなんだけど、あれだからもうちょっと上の負担を減らしながら力をうまく抜きながら投げていくコツさえつかめば、多分同じ出力で維持できる体力を。どこが一番きつい。このぐらいの球数であれくらいの出力で肩ってなるとやっぱりそっちに頼ってるってことなんだよね。ちょっとね、投げさせるのも意味がないねこれだとね。でもちょっと7割ぐらいの出力でコントロールできるかちょっと1回出力落としていいから
7割のイメージでコントロールしてみ、はい、いいね感じだね。あれで7割なんだね、はい、おもろいな顔もいってその少ない出力っていうその連動をうまく使って結果上が走ってくるようなその動きをできるかどうかでね、やっぱその上半身でやっぱ最後パチッて振りにいっちゃってるから負担はやっぱ大きいよね。振られるってよりも振りにいってる、ね、ってる感じがするよね、はい、やっぱ連投連投になると3連投目とかきついじゃないですか。うん、もちろんそういう時はやっぱり下のイメージです。やっぱそれでも150を投げられたと思うんですよ。そうね、投げれるね、3連投で150はね、マストになってくるじゃないですか、やっぱあの一軍の。でも彼もそう考えると中継ぎタイプのような気するけどね、パッと見ね。でも先発でやるよりも中継ぎで打った方がプロにはいけそうじゃない、ね、一発の出力でも本人先発やりたいの、去年もリリーフやっててラスト1年今年勝負するなら先発やりたいですと本人が言ってた。ああそうか、めちゃバスてるな。お疲れでした。ありがとうございます。いい体してるね、大きいね堀越君。うわーいい体してるね。ここら辺の周りちょっと塊ちょっと細いような気するな。パンパンじゃん。え、これ力抜いて、これ力抜いて、力抜いてこれ、はい、マジでどうですか。自分の中で疲れ始めたきっかけみたいのってどの辺からとか分かるんですよね。スライダーが思いっきり抜き始めたら、うん、ちょっと握力もなくなってきてっていう感じがしますね、うん、で上の方の負担がやっぱ大きいってこと感じ。そうですね、足もやっぱだんだん使えなくなってきてしまうんで、うん、そのバランスとかも崩れて最終的にもうどうにもなんなくなっちゃうっていうのがあるんで、うん、正直疲れてる状態でもそのバテるのが若干早いかなっていうのはある、はい、で何が早いかっていうとやっぱね上半身の使い方がすごくうまいんですよ、はい、で上半身も強いの、強いからある程度そっちでカバーできちゃうんですよ、はい、だからそのもうちょっと自分のそのタイミングとかリズムとかをうまく使いこなせてうまく連動していくと同じボールを投げててももっと投げれる、はい、多分今50手前ぐらいからまっすぐがちょっと失速コントロールがばらつき始めたっていうところが多分ね70ぐらいまでまだいけると思うんだよね、はい、だそのための使い方っていうのを多分考えていった方がいい、はい、どうなんですかトレーニング。結構重いのバンバンやるタイプ。バンバンやるタイプ。僕はそうです、ウェイトがすごい好きでベンチはシーズン中なので、はい、まあ、100キロを3発3セットうふふ、はい、スクワットは、スクワットとも今はシーズン中なんで180キロで3発3セット。180すごいね、クォーターぐらい。フル、もちろんフルじゃない、90これぐらいでしょ。離れるですね、90度ぐらいですね。こんないく、はい、だからその出力はあるけれどもそのねついた筋肉をそのまま使おうと思うとやっぱね結構ピッチングって持たなかったりするんだよね、はい、つくとそこを使いたくなる、この感じわかる、はい、ここでガッていけちゃうから行きたくなるじゃん、はい、それをもうちょっとね力抜き方とかもうちょっとできたらすげえいいんだよな、はい、なんか軽くキャッチボールとかやろうか、ちょっとやりたいよね、はい、ちょっとやろうよ。すいません、やりました。ありがとうございます。この2人もすごいトレーニング好きで、いやもうトレーニング好きそうな体してるもん。同じようなことするちょっとあのキャッチボール見せてあげたい。わかる。でもねやっぱねその一つ一つの強さで投げちゃってるのよ。要は極端な足こうやってクイッこういう感じ。もうちょっと関節の入れ替えをねうまく使うと負担なくいけるんだけど、その関節の使い方がみんなねうまくない。わかる。関節の使い方、入れ替えで例えば腕を振るときにこっからこのまま振っちゃうじゃん。リリース時のその抑え込むこの感じは崩さなくていいんだけど、もうちょっと一つ一つの、まあ、下半身から含めて入れ替えがうまくいけばこれぐらいの感じわかる、はい、もう3割ぐらいわかる。この感じ力抜いてもこれくらいいくわけよ。やばいっす。俺全然やってないからね。でも本当にこんな感じでいくの。腕を振ろうと思うとこうなるけど、これって君の今のボールの感じ、はい、でも力を抜いてこれで走る感じわかる、はい、マジですげー手元が強すぎて楽に楽に、そう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 、本当何もやってないですか。本当にやってない。でも俺逆に俺も自分であ意外といけんなと思った。そうそう、めっちゃいい球いってる。言ってるよね。だんだん変わんない球が。
そう、いきなりだもんな。楽に入れ替えだけ。そう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 、めっちゃいい、はい、それはもうちょっと下半身からの入れ替えで、この感じわかる、連動してる感じ、楽に。極端な話、振るっていうよりもこっちがパン、こっちを返して走る、はい、リラックスして。そう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 、もう最後リリースね、振るんじゃない、押さえ込むからね、ポンと押さえ込めば走る。でもいい投げ方してるじゃん、彼ストライク入れんの、うん、はい、ちゃんといい投げ方してるで。いや、いい球投げてるよ、素晴らしい。嫌だろうな、古田さんに後ろで見られるピッチャー。遠投とかしてる、はい、します。中距離とかあの辺を綺麗な回転伸ばしていった方が絶対いい、はい、今フォーシームやっぱ強いピッチャーが抑えてる、はい、回転数とかで上半身が強いから下半身も結構開いた状態から腕振れちゃうんだけど、これもうちょっと我慢した方がいい、はい、ここの反動を使いながら前が走る感じ、はい、これを開いちゃったら腕を振るしかないのよ、はい、だからここの反動ひねって、こっから結果ここの股関節の入れ替えをうまく上半身に連動させる、はい、そうそうそう、これだとそんな力まないでも、あと出力出そう、下の走らせバン、ここの反動だけで走るから、はい、こっちが走るプロセスを自分なり下から作っていくの、はい、感覚わかる、わかります、楽、勝手にボールがいきます、それめっちゃいい。ちょっと入っちゃったね、古さんが横にいるからね。いかにカメラが見てるとき、注目されてるときでも抜くことが大事だから。そうなると、はい、リズムを自分で作ろうとするじゃん、はい、勝手にいいところでリリースできるリズムとかバランスを整え始めるのよ、はい、そうやってコントロールが良くなってく、はい、でこっちでやっぱ合わせようとか振ろうとするとこっちでコントロールしなきゃいけなくなるから、コントロール難しいのよ。だからさっきも疲れてきた時にこっちでコントロールしようとしたでしょ、ここでここでみたいな。そうなるとやっぱピッチャー苦しい。だから下でリズム作って、カーブだったらこういう、そうなるとリリースが安定してくるから、カーブいきます、はい、リラックスして返すだけ。久しぶりに見た、そう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 、まだ振ってる、はい、こんな感じ。痛い、今中指パッ、ガチ足パッと来たから、すぐの逆回転のままくださいね、すごい。カーブいきます、はい、振ってる、まだ引っ張ってんの、はい、カーブって引っ張るとやっぱね抜けが悪くなるの、はい、もうこのまま引っ張らない。リラックスして引っ張らない、ちょっと後ろ気味でパンって返す、リラックス、惜しい、今のもリリースが前すぎる、はい、もうちょい後ろに高い位置でポン、ガチあ、引っ張った、ちょっと引っ張ってる、はい、ここ今さ合わせに行っちゃってるじゃん、はい、合わせに行くんじゃなくて合うリリースにしなきゃいけないの、勝手に合うし体重も勝手に乗る、はい、でまっすぐとリリース違うけど返すタイミングは感覚的にはちょっと遅いか早いかだけ、はい、まっすぐ伸び方、まっすぐ行きます、はい、リラックス、その感じで返すタイミングだけ、そう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 、リラックス、ほらお前疲れてたけど投げれるじゃん、今度上の力だけど下ももうちょい抜いていい、もうちょい遊びがあっていい、遊びを作った方が力は抜けるから、はい、この足踏みとかもそう、リラックスして、リラックス、そうそうそう、おおそれそれ覚えてもらっていいですか、
全然垂れないマジで。ボールやばいですマジで。すごくない？俺やってなくてこれだよ。だから力を抜いて、そう。いい感じ。いいね。すげえ。俺も自分で思うわ。マジですげえ。このキャッチボールやる時もどの辺で入れ替えたらいいリリースできるかなっていう考える。全身で、そうそう、腕だけでやんない、全身でゆっくりでもいいから、あーこういう感じだなとか、全身を使ってその感じでいくと、まっすぐもカーブもリリースポイントが自分の中でつかめてくるから、意外と球数も投げられる。で下のリズムができる時とか、最初はやっぱ腕今まで使ってたから作るの難しいし、感覚的にリリースポイントがポイントになっちゃいがちなんだけど、感覚さえつかめば多分球数投げられるし、はい、あれ結構楽だなみたいな、はい、あれ前まで30、40球で疲れてたけど、あれ疲れてないとか、そこから先もあここさえポイントさえつかめば球出力上げられるなっていう感覚が多分生まれてくる、はい、これぐらい抜いてる感じ、わかる、はい、本当に力入れてなくても綺麗に球がいくっていうか、そう、あの、そう、あの感じを力の抜いた状態で投げていけば全然いい、めちゃくちゃいいボールだった、頑張ってください、出力があるから出そうとしない、出る仕組みを作る、力をあるのはいい、これを使っちゃダメな、筋肉はね使わなくて大丈夫、筋肉を使わずに、いいボールだったよね、最後めっちゃ良かったです、良かったよ、俺よりちょっと落ちるぐらいだよ。嘘だよ、嘘、冗談だよ、冗談だよ。100点、その感じ、フォロースローも含めて100点。手めっちゃ痛いっすね。体の流れと腕の流れを一致させないといけない。腫れてるっすよ。あとは力をいかに、カーブも、まっすぐの回転で落ちたみたいな感じです。ちゃんとしてる。まっすぐの回転もめっちゃ綺麗です。ナックルカーブちょっと聞いてもいいですか。はい。別にナックルカーブってもね、ただこの2本なの。2本で投げてて、この指が邪魔だから乗っけてっていうだけで、このまま投げる人もいるし、まあこのまま俺はまあ立てて、2本、基本2本かな。邪魔なんですか。邪魔だった。でもこのまま投げれるんだら投げてもいいよ。こういう人もいるし、基本2本だから。でカーブでもそうなる手首は多少ロックした方がいいとかっていうのもあったけど、ロックした方が巻き込みやすいから、このままだと巻き込めないのよ、なんか、まあ、体に近くをバンって入れ替えるタイミングが言ってたじゃん、入れ替えた時にこれがこっち側に抜けちゃダメな、入れ替えた瞬間にバンってこっち側に持ってくるってなると、やっぱある程度手首を、まあ、それ一人ずつ若干巻き気味の方がやっぱ縦回転にいくかなと。でもこれでそのままスライダー投げてもいいし、ちょっとした角度でナックルスライダーもやってたから、でもあまりこだわなくていいと思うよ、握りは握りやすいところで握って、それは自分で考えて気持ちいいところ探した方がいい。あと手首のね角度とか、多分この辺の親指の位置とか、これも人それぞれ自分で考えていいところ、ちょうどいいところ探した方がいい。頑張って、あと再生回数がどれくらい伸びるかだよ。ちょっと活躍次第でまた変わってくる。そうだよ、うわあの時のあいつが来たよみたいな、ちゃんと言えよ。なんで プロに入ったきっかけはやっぱ五十嵐さんの古田の方程式のあの言葉が響いてます。分かった、分かった。なんか五十嵐さんのまっすぐだけで抑えれそうですって言ってたで。それがね、僕も自分でびっくりしたんですけど。まあまあ、でもね、古田やっぱね、古田の方程式で僕もいろんな話聞くじゃないですか、うん、上原さんとかもね、マイケンもそうだし、うん、ちょっとね取り入れてる、取り入れてる。正直あの岩瀬さん の、はい、あの後ろ気味のあれも参考にしてるんですよね。負担少なくとか、あとスピンとか、やっぱいいの持ってますね、さすがっすね。いつもありがとうございます。すみません、ありがとうございます。これ残すためにやってるから、ちょっと一回やってみましょう。一回撮ってみる。マジ一回撮ってみてください。何しに来たんや言われるのに。遊びに来たんかい。いや相変わらず高め。おー、いいじゃない。でしょ、うん、何もやってなくてですよ、うん、うわ、いけるな。おい、いいじゃない。藤さん、音が悪いっす。マジ音悪いっす。お前、
ごめんごめんごめん、それは俺が悪かった、俺が悪かった。音ね、おい、おい、滑る、オッケー、いい、いいでしょ、いいっす、俺の球もいいでしょ、いいっす、いいっす、こうやって褒め合って生きていこうぜ。湯浅って無意識に押し込まれますよ。え、入ってる俺、ってこうなってます、マジで。俺それできないと思ってたんだけど、あの前和美さんとの会で多分、うん、そう、俺でも股関節あんま良くなかったのよ、もともと入りにくいんだけど、入ってんだ、ちょっと、ちょっとあと1ヶ月ぐらいで準備してもらって確かに何もやってないんですか、ね、やってない、だって俺忙しそうに仕事してるでしょ、結構テレビで見るでしょ、そういうことですよ、そうでしょ。続けられるモチベーションは何ですか今ですか。あ、僕はやっぱりこう選手にいいも悪いも見せたいなと思ってます。で、生きた教材と思われたいし、そのやっぱり自分の実践してミスをしたこととか、例えばですけど、投げをミスしたとか、ベースカバーを遅れたりとかも、バントシフトとかもサインミスもそうですけど、やっぱ自分でも起こりうると思ってるので、そういう時にそれも踏まえた上で、それを自分でちゃんと選手に伝えれるか、でそれをやると自分もまた次の試合登板する時にそこにも注意をしなきゃいけないって意識も出ながら、このバッターに向かって勝負するっていうのも含めて、全部、全部がそれを選手に見てもらいたいって思いがあるので、だから多分まだ続けられるかなと思います。いや、なんでもうこれはだから僕は一応自分で結果が出なかったりとか、明らかにもう投げれないって思ったら一応球団の方には伝えるって言ってます。今年正直3月ぐらいに、あ、今年あんま良くないかもと思ったんですけど、意外と投げていくとどんどんやっぱ元に戻ってくるんで、でゲームを投げるようになったりとか、あ、こういう風に投げてやっぱできるわと思ったら、またこうやりたくなるというか、はい。吉野さんも続けてるじゃないですか、はい、いつも埼玉と試合するときお話しするんですけど、はい、やっぱ言ってますね、やっぱこう自分がこう言いたいけどうまく伝わらないけどどうしたらいいですかねとか、やっぱ悩みなんですよ。そうなんですね。一番僕言ってるのは、やっぱお前が生きた教材だから、お前が良くも悪くももう見せたら絶対いいって、それをちゃんと自分の言葉で伝えれるかなんでって、やっぱ私も中さんがお話をいっぱいしてくれてるんで、もう聞きたい聞きたいって言ってたんで、選手は。引っ張る感じだけでも、ちょっとインコースぐらいの球をセンター方向に打って。